コロナで外出できない皆さん、こんにちは。ワンパクニックです。今日は少し前に流行ったはいを言ってはいけないゲームをオンラインで行おうと思います。今回のルールはこちら。丸1、オンライン面接を想定します。丸2、面接を受ける人ははいを言ってはいけない。丸3、たとえ言ってしまってもバレてなければセーフ。丸4、制限時間3分間。丸5、はいをたくさん言った方の負け。面白かったらいいねボタン、チャンネル登録ぜひともよろしくね。とりあえずじゃあ外資系でいきましょう。じゃあ入室のところからやりますか。じゃあいきます。はい、では次の方どうぞ。失礼します。はい、どうぞ。はい、こんにちは、はじめまして。採用担当の豊と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村田です。お名前、お名前村田さんですね。下のお名前なんて言うんですか。あ、村田サムと言います。よろしくお願いします。村田サムさんですね。はい、ありがとう。村田ご出身はどちらなんですか。出身は新潟から来ました。新潟ですね。なるほどなるほど。今回中途採用ということですけれども、今はどういった会社でお勤めなんですか。あ、今勤めていらっしゃらない、離職中という感じですかね。金を払った。これちょっと緊張してるんですね。はい、何がおかしいんですか。金をですね、金を販売していたんですけれども。家電を販売してきたんですけれども、この度ちょっと怪しく勉強し直したいなと思い、外資系の会社に、はい、働こうと思うようになりました。なるほどですね。ありがとうございます。一応うち金融関係で、外資系ということですけれども、海外にも飛び回ったりとかっていうのは実際あったりもするんですね。で、渡航経験があるかないかというよりは、英語が喋れたりとか外国語に関して、どれぐらいこうスキルがあるかっていうのを今お伺いしたいんですけれども、語学に関してはどうですか。大学時代、はい、英語をやりましたので、それなりにはできるかなと考えております。日常会話程度、それともビジネスレベルでできそうですかね。ビジネスレベルということじゃないんですけども、日常会話なんですが、はい、向上心、家電の時もですね、働きながら家電の知識などもたくさん学んでまいりましたので、はい、向上心という点ではたくさん溢れていますので、入ってから、頑張っていきたいと考えております。なるほどですね。ありがとうございます。そしたら、最後の質問になるんですけれども、一番の志望動機、うちでなくてはいけないその一番の志望動機を教えていただいてもよろしいですか。私はそうですね。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。何かご意見がありましたらどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これ無理っしょ、無理っ、途中マジ何度も言いそうになった。3回言ってたはずです、多分。 OK です、じゃあ講師交代いきますか。おう、トントン、失礼します。どうぞ。こんにちは。あ、こんにちは。じゃあどうぞおかけになってください。あ、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとまず履歴書の方いいですかね。はい。あ、なるほど。
卒業して、あ、なるほど、なるほど。もともと学校の先生をされてたということなんですけれども、なぜこう、私たちのこういう、私こういうね、この後はこう、ペットを扱ってる会社に、働こうと思われたんですかね。動物のことが好きで愛しているからです。今ネットが不安定でちょっと途切れちゃいましたね。そうだね、ネットがちょっと不安定。今多分大丈夫です、はい。今ちょっとなんかネット不安定だな、なんか大丈夫です、はい。ウェブ面接だといろいろこう不具合起きたりしますね。そうですね、仕方ないことですね。すいません、お願いします。じゃあうちの会社は結構そのペットをどれだけ大事にできるかっていうのを大事にしてるんですけど、日高さんは過去にこうなんか動物なんかを飼った経験などあるんですかね。またその時のこう飼ったいきさつなどありましたら教えていただけたらと思うんですけども、セキセイインコを飼っていたことがあるんですけれども、黄色と、青い鳥飼っていました。糞がすごく彼らはするんですけれども、その糞を処理することが私は人生の甲斐だなと思っていました。そうなんですね、なかなか珍しいこうやりがいだと感じるんですけれども、実際どういうことを感じたんですか、パンを処理しながら。そうですね、生きているんだなっていうことを感じられると言いますか。ちなみにその学校から、ね、教育関係からこちらに来る方なんてほとんどいらっしゃらないし、公務員の方がすごくこう安定した仕事のようにやはり感じるんですけれども、この中でなぜこういった私たちのこうペット業界、ペットショップ業界に来ようと思ったんですか、その理由をお聞かせいただけたらと思います。ですね、やっぱり人と動物っていうのはいつまでも付き合っていかなければいけない存在だと私は感じています。というのも、一人で生きていくことはできない、でも人間だけで生きていくことはできないじゃないですか。人間が食べるのは動物、動物が食べられるのは人間、そこにはやはり愛がないといけないと私は考えています。なるほど、なかなかね、立派なことをおっしゃる詳しい方ですね。面接で最後、会社じゃないといけないというね、はい、何かことありました、最後何かお話しいただけたら、これ最後の質問なんですけども、お話しいただけたらと思います。社長である、サム一世さんのことが私は好きだからです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます、失礼します。また何か、はいはいはい、こちらの方から本日連絡させていただきます。失礼します、ありがとうございました、失礼します。入ってくる前で言ってたよ、入ってくる前。もうなんか意気込んでたら すげえ今言いまくってた、なんか